ロバート・エドワード・クーンツは、アメリカ合衆国の軍人、海軍大将、グレート・ホワイト・フリートで公開し、第2大海軍作戦部長を務めた。クーンツは、ミズーリ州ハンニバルで生まれて、1885年にアメリカ海軍兵学校を卒業した。続く10年にわたって海軍部及び、アラスカ州水域、五大湖においていくつかの艦艇で勤務した。 彼は1894年後半に海軍部に戻り、主幹の記録書類更新業務に従事した後、巡洋艦、フィラデルフィア・チャールストンでの全国測地測量を行った。チャールストンでの任務期間に、太平洋で、米政戦争に参加している。その後会場及び陸上勤務を経てクーンツは少佐に、昇進、1907年から1909年まで、戦艦ネブラスカに勤務し、 グレートホワイトフリートの一部として世界巡航を経験した。1909年に大佐に昇進した後、クーンツは海軍兵学校の士官候補生の司令官に就任する。1912年から14年まで彼はグアムの知事を務める。その後、ピュージェットサウンド海軍交渉及び第13海軍管区の指揮官を務めた後、戦艦ジョージアの艦長に就任する。 1918年末まで同職を務め、その後海軍作戦部長代理を短期間務めた後、大西洋艦隊戦艦部隊指揮官となる。クーンツは太平洋艦隊に配属されるが、1919 19年9月にウィリアム・シェパード・ベンソン提督の後を継いで海軍作戦部長に就任する。その任期は経済問題による圧力で特徴を付けられた。議会による 決算ベースの削減、海軍力制限達成の外交努力、新技術を管理するための最良な方法や組織をめぐる海軍省内部の意見対立、ティーポットド,ドーム事件による海軍の維新低下など、これらの問題に対処する間、クーンツ提督は堅固なアメリカ艦隊を確立し、作戦部長の海軍省における位置を強化した。クーンツは1923年中頃に、 エドワード・ w エヴァアルテイトクと作戦部長職を交代し艦隊最高司令官として会場勤務に戻る。1925年にはニュージーランド・オーストラリアへの艦隊訪問を指揮し、グレート・ホワイト・フリートによる世界巡航から20年ぶりのアメリカ海軍によるデモンストレーションを行った。1925年10月から1928年6月に 退役するまで、クーンツは海軍少将の階級に戻り、第5海軍艦区の司令官を務めた。退役後も活動的であったが、1935年に心臓発作により死去した。駆逐艦クーンツ及び兵員輸送艦アドミラル、R.E. クーンツは彼にちなんで命名された。ありがとうございます。